相川優月リズポンでした。はい、先日プロレスを引退したんですけれども、久しぶりにキックをして、このケープを、ケープ使いが全然ダメで、キックを、初めて失敗というかゴロンしてしまったのですけど、まあこれは引退して1ヶ月経ってるからじゃなくて、まあ、まあそれもあると思うし、このケープもあったと思います。できるようになっていた感想とかも。そうですね、私もともとコスプレとか好きなので、こうやってアイマスクやったりだとか、また違ったユズポンが出せるのがすごく嬉しかったです。そうですね、もうなんか人の心をくすぐってるようで、なんかとっても気持ちよかったです。最近プロレスを引退して1ヶ月経つんですけど、今までプロレスやってると、もうこの人を蹴り倒したいっていう気持ちでもういっぱいだったから、今はもう顔からして穏やかになってしまっているので、もう誰かターゲットがいれば、本当にキックができないことがストレスなんですよ。だから人を蹴ってもいい人がいれば蹴らせてくださいって思います。ちなみに今回覆面のヒーローでしたけど、覆面で復帰とかっていうのはあるんですか？そうですね、絶対私は、そうですね、今のところ考えてないですね。はい、でもまあプライベートでプロレスの技をかけたりだとか、キックしたりしたいなと思います。あと今後仕事方面でこんなところでメイン的に活躍していきたいっていう目標みたいなところあるんですか？そうですね、やっぱり私はグラビアアイドルとプロレス両方でグラレスラーっていうのを、もう世界で私しかいない、経験してないという自信がありますので、まあそれが活かせた仕事ができたらいいなと思います。あータイプですもうお年頃なので、やっぱりなんか誠実そうで、私がプロレスをやってたからかわからないですけど、強い男性にやはり惹かれる部分があるので、はい、そういうところに、まあ、なんか誰かのために戦うとかキュンとしちゃいますね。セクシーヒロイン来てくださいました。相川さん、ありがとうございます。ありがとうございました。